マジックが点灯して2005年以来18年ぶりのアレへと突っ走る阪神タイガースに厄介な問題が横たわっている。8月15日からの2位広島との首位攻防3連戦。サトテルこと佐藤輝明がまたしても大不振で8月16日、17日と2試合連続のスタメン落ちした。開幕から佐藤に5番を任せていたが、岡田監督はあまりの不振に業を煮やし、6月25日にファームへ落としたばかりだった。7月5日に佐藤は再び昇格したが、さほど調子は上がらず、三振数は早々に100を超えた。打率も2割台前半と極めて低調。過去2年間と何ら変わらない。佐藤の成長が見られないのだ。忖度なしのガチンコ監督の岡田は、佐藤のバットから快音が聞かれても、本当に復調するかわからん。このまま波の選手で終わってしまうか、などと、かなり辛辣な言葉を投げかけている。虎の若き大砲、佐藤への発奮を促すためとも取れるが、岡田監督とのすれ違いでは、とも揶揄されている。そこで今回は、阪神の岡田監督が佐藤輝明に苦言について、その真意を徹底検証していきます。佐藤輝のやる気。去年の11月、期待の佐藤は強化試合、侍ジャパンシリーズ2022で代表に初招集された。この後侍ジャパンのメンバーに選ばれることはなかったが、栗山英樹監督からも、これから日本の野球を背負ってくれる人であることは間違いない、と将来の大器であると評価された。その後、佐藤は高知県の安芸市営球場で行われている阪神の秋季キャンプに合流する。岡田は初日の佐藤の動きの悪さを見て、早速三塁固定の方針を撤回する可能性を示唆するなど、練習に取り組む姿勢を指摘した。1980年の岡田の入団時、ルーキーは最初使わないという当時のブレイザー監督の謎の独自ルールで起用されなかった。以来岡田は力をつけることに邁進した。プロの世界は力、要は結果を出せるかどうか。そこに年数や入団の経緯は関係ない。入団時に刷り込まれた考えは指導者になっても変わらないし、より強固な思いになった。佐藤はプロ3年目。ここまで本当に大事に扱われてきた。ファンの支持も強いし、マスコミの注目度もチームナンバーワンだ。それほど追い込まれた経験もない岡田の現役時代に比べれば、温室育ちだ。注目の打撃の状態についても岡田は、どっちかっていうと悪なってるよな、飛距離とか、とダメだし、指導する段階にも至っていないと厳しい見解を示した。いい悪いは別にして、岡田監督は侍ジャパンの栗山監督ほど褒めてはくれないし、甘くもない。キャンプ中、岡田監督が佐藤の打撃に対して初めて直接指導を行った。大きな期待の表れだ。これまでの高いグリップ位置からのスイングに猫パンチになるやんと独特な表現で指摘する。また課題の三塁の守備では、秋の夕日でオレンジに染まった太平洋を背に、佐藤は高校球児のように懸命に白球を追いかけた。しかし途中で背中の張りを訴えてやむなくリタイアする。体力不足を露呈する形となり、岡田監督はみんな元気で受けてるのにそこでリタイアやろ、ノックの数も受けれないということやんか、と苦言を呈した。このままでは終われない。その後のチーム宿舎での夕食前、佐藤はやらせてくださいと翌日の特殊参加を平田ヘッドコーチに直訴する。フルメニューをこなせなかった悔しさを晴らすためリベンジを志願した。その翌日、ノックの打球に懸命に食らいつく。佐藤は最後の一球まで力を振り絞った。志願の特殊も75分間実施。
途中でイレギュラーした打球が右手の指に当たって血を流すアクシデントに見舞われながらも、全然大丈夫ですと約5分間の治療を受けて再び続行し、最後は清々しい表情で汗を拭った。岡田監督は自分から言うてきよったんや、特殊は入れてくださいって。そら変わらんとあかんからのと佐藤の意識が変わってきているとにんまり。岡田はフルメニューと特殊をこなした佐藤の姿を喜んだ。岡田監督からの激を受け続けた佐藤は鍛えられましたと発言。志願の特殊でメンタル面の成長も体現し、マイペースと言われがちだった佐藤にもハングリー精神が垣間見えた。何が何でも阪神で成功してやろうという気持ちもついたようだった。2023年、今年こそはとかけたシーズン。しかし、現実は甘くなく、2軍に落とされるなど低迷する。8月15日の広島戦、佐藤は今季12個目の失策に8回のチャンスで空振り三振に終わっていた。そして、翌16日はベンチスタートから最後まで出番がないという屈辱を味わった。佐藤は打てなかったんで打てるように頑張るだけですと話し前を向いた。佐藤の代わりに小野寺をプロ初の三塁で起用した岡田監督は、いやもう昨日お前帰って決めとったよ、そんなもん、そんなんもう昨日の夜からの話でと説明する。試合前の室内で控え組の打撃練習に加わり、グラウンドではノック、フリー打撃、ノックと守備練習をおかわりした。佐藤は長いトンネルを抜け出せずにいる。去年秋のキャンプから生まれ変わったかのように攻守にわたって懸命に取り組んでいるのに、なぜであろうか。サトテルがダメな理由。ある阪神 OB は佐藤の技術的な原因を、スイングの指導が遅いためストレートにタイミングが合わず差し込まれるシーンが多く見られます、体の前で捌くよう指導されていますがうまくいっていません、人並み外れたパワーを持っているのにそのパワーを過信しすぎて腕力だけで振っている、スイングに柔らかさが足りないので巨人の岡本和真やヤクルトの村上宗隆のように懐を深くして持ち来る球に対応しないと打てないですよと語る。また野球解説者の高木豊氏は、練習をいかにやるかだよ、まだ練習が足りない、練習量とか経験とか相対的な裏付けが足りないと厳しく指摘する。そして在阪メディア関係者は、1年目から24本塁打で悪い方向に自信をつけてしまいました、謙虚さやがむしゃらさが減っています、メディアや周囲からチヤホヤされ、コロナが明けたことで支援者やスポンサーから夜の会合への誘いが頻発しているといいます。能力が高いだけにこのまま埋もれてしまうのはもったいない、うつつを抜かすことなく野球だけに没頭してほしいのですがと、暗に現ボルティモアオリオールズの藤波慎太郎のパターンだと語る。阪神のルーキーでがむしゃらさがにじみ出ている森下翔太や高卒2年目の前川右京ら、佐藤の代わりになりそうな中軸打者が育ってきている。代わりはいる。18年ぶりのアレーカウントダウンに入ったチームだが、悩める佐藤は崖っぷちの戦いを余儀なくされている。しかし3年目の期待の佐藤の今季の低迷を受け、他方から一方的に非難されるのは人気球団阪神のいつものことだが、岡田監督の指導にも果たして問題はなかったのだろうか。昭和のアレ流の問題点。岡田監督は多くの身内から指摘されるほど守護や術後の省略癖があり、前回の第一次阪神監督時代では特に顕著であった。岡田監督のその聞き取りにくい発音、独特の補完が必要で難解なコメントは、もはや外国語の領域であり、翻訳が必要という意味も含め、岡田監督のあだ名、どんでんにちなみ、どんごとも呼ばれている。岡田本人の持つ野球理論は卓越しており、名称であることは疑う余地もない。しかし、
解説者時代でも的を置いた着眼点を示すが、その理論をアウトプットする際にあれ、それといった単語になってしまったり省略されたりすることが多い。岡田の第一次阪神監督時代には主力のレッドスター赤星範弘が岡田の野球理論に感銘を受け、苦労の末に鈍語をマスターし若手に通訳していたエピソードは有名である。平成から令和に変わり、赤星のような人物はいない。佐藤も岡田監督に歩み寄り慣れるしかないのである。10連勝が止まった8月15日の広島戦で、佐藤はノーアウト2、3塁の後期にあえなく3球三振を喫した。転がせば点が入る場面で何もできなかった。この場面、広島守備陣は前進守備を敷いていなかった。それだけにノーアウト2、3塁で内野が後ろに下がっとって何を打ったらええの？セカンドゴロ打ったら1点差でワンアウトサードやで。何をしに行ってるんかな？普通にやったら勝ちゲームやで。と、岡田監督はたった3球で空振り三振に倒れた佐藤をピシャリ。岡田監督は報道陣を前に、当たり前のことができず自ら崩れていく選手は試合に出られんようになる。と、佐藤に苦言を呈した。まさに今回がそうだが、佐藤本人が一番困っているのは、監督から直接苦言を呈されるのではなく、報道陣を通じて批判されることだ。佐藤は周囲に普通に挨拶を交わしてもその場では何も言ってもらえない。なんでやねんとこぼすなど疑心暗鬼になっているようだ。阪神の球団関係者は岡田監督のコミュニケーション術に令和の時代に合わせてアップデートしないと、と注文をつける。対照的なのは今回 WBC で世界一になった栗山監督の選手とのコミュニケーション術である。通常日本代表監督ともなれば、選手とのコミュニケーションはコーチ陣に任せることが一般的である。しかし栗山監督は自ら選手とのコミュニケーションを積極的に取り、いつも選手を気にかけて、監督自ら選手の情報を収集して適材適所を探り、役割や期待を伝えたり関係の質を高める努力をしている。これが選手たちのチーム内における心理的安全性を高め、プレーに集中できる環境ができた一因でもあるとも考えられる。そして栗山監督は、対話は選手に自分の意見を優しく確実に伝えること、選手の意見に耳を傾けることを大切にしている。8月13日のヤクルト戦で左手首にデッドボールを受けて骨折した正捕手の梅野龍太郎も佐藤と同じことに悩んでいた。岡田監督は、監督が直接苦言を呈すと選手が萎縮してしまうと考えて、メディアを通じて檄を飛ばしている。チームをピリッと厳しく締める能力は栗山監督より岡田監督の方が上だろう。しかし今時の令和の選手はメディアを信じておらず、直接声をかけた方が響くのだ。栗山流対話術の方が今時の選手の心を開かせ成長させられる可能性は高い。阪神はこのまま選手が疑念を抱えたままでは、勝負どころでチーム一丸になれず、あれに向けての山を乗り切ることができないのかもしれないのだ。二人の苦い思い出。広島との首位攻防3連戦の前、ここまで10連勝だった阪神とは対照的に、新井カープは引き分けを挟み6連敗と泥沼にはまり込んでいた。前日の8月14日に岡田監督は、まずは新井を激励せなあかんやろと、かつての教え子を気遣う余裕すら披露した。実は2008年の岡田阪神は現広島監督の新井貴浩と共に優勝目前のシーズンであった。その年阪神は開幕からスタートダッシュに成功し、首位を独走していた。しかし北京オリンピックの野球日本代表に主砲である新井に加え、前阪神監督の矢野明弘、藤川球児を派遣して以後、チーム状態が空転し始めた。7月に早々にマジックを点灯させておきながら、
その後打撃陣の不振や故障者の続出などで一時は13ゲーム差をつけていた巨人に終盤で逆転され、ペナントレース優勝を逃したのだ。その後のクライマックスシリーズでも勝てず、この責任を取る形で岡田は阪神を引責辞任に追い込まれた。そして佐藤にも苦い経験がある。2021年は阪神が2位に最大8ゲーム差をつけて独走していた。その後に当時ルーキーの佐藤、サンズラが極度の不振に陥り、チームは失速する。前半戦は首位で折り返したが、9月22日にヤクルトに首位を明け渡してしまった。そして阪神は最終戦まで粘ったが、ゲーム差なしで優勝を逃した。8月15日の広島戦で阪神の連勝が止まるや、岡田監督は再三チャンスを逃した野手陣に雷を落としてチームを引き締めた。阪神は2008年、2021年、あれをほぼ手中に収めながら痛恨の目に遭っている。岡田はまだ浮かれたところは見せない。あれの鍵を握る大砲、佐藤は8月18日の DeNA 戦に6番サードでスタメン復帰した。岡田監督との没コミュニケーションを乗り越え、悲願達成となることを祈りたいが、果たしてどうなるのか。危機感を持った里輝に大注目だ。